くり朝で準備をしました。私アドリアン半蔵はただいま親知らずピアパークという道の駅にいます。荷物はまとめました。で出発しようと思ったんですけども、これがなんか新潟限定で売ってるらしいんですよ。このまま食べる焼きそば、これこっちだと有名っていうか、なんか普通に売ってるっていうのを聞いて、でも関東じゃ見ねえなっていうのをおばちゃんと話したら、これは新潟限定で売ってるというのを聞きました。具の類が全く入ってませんが、これで100円でした。想像通りでした。美味しいですよ、全然焼きそばですか。で、具なし焼きそばです。思った以上にコンスタンスに旅が進んでいます。次は倉敷。私は今どこだ、ここはどこだっけ、岡山、そう岡山だ。岡山の方までなんと来ちゃったんですよ、一日で。びっくり。諦めなければ、何でも挑戦し続ければね、何かしら認めてくれる。その経験はね、絶対に実を結ぶ。こういう風に私は捉えました。捉えてます。なのでね、今時間的には10時15分です。が、屋久島に行きたいです。とにかく近づきたい。屋久島に九州で絶対入る。そういう気持ちを、強まりました。そういう気持ちが、そういう気持ちが強まりました。なので、まだ頑張ります。倉敷の方まで国道、県道か、21号まで、250号と21号がぶつかるところまであと数百メートルちょっと歩きます。で、倉島の方に向けてくれて、少しでも倉島方面、倉敷、で、あわよくば福山とかそっちの方まで行けるといいなと思っています。いや、諦めない、頑張る。目標を持つことで頑張り続けられます。そして半蔵さん、大丈夫かなと思って、さっき鳥の糞的なものが頭に乗ったんですけども、まあタオルで拭いたら大丈夫、頑張れ。よし、諦めずに夢に向かって愚直にひたすらひたむきに進み続けます。新倉敷という駅の近くなのかな、まで、なんか送ってくれました皆さん、ありがとうございます。いや、嬉しい限りでございます。なんとかね、まあ進んではいますが、今日もそんなに進めるかどうかは分かりません。まだまだ旅は続きます。こっからが本番です。ついに本番ですが、今日また頑張っていこうと思います。今日は福山市、鹿児島ふるさと物産館というね、見えるかな、物産館、あっち看板もあるんですけども、暗くて見えない。はい、ああこうだ、はい、ふるさと物産館に6時くらいに着きました。ただいまの時刻は7時半くらい。ちょっとぼーっとしていました、疲れちゃいました。6時15分にね、はい、フェリー乗り場に着いたんですよ。なんと6時出発、やらかしましたね。まあ調べてなかった私もあるんですし、まあヒッチハイクだからいつか分かんないしっていうので、まあまあまあ今日は逃したんで、今日ゆっくりこのホテルベンチで寝ます。鳥刺し、関東じゃ珍しいんじゃないですか。これこのそのまま食えるらしいです。とピリ辛チキンバー、お寿司、元が305円のに対してこれ半額、鬼のように安かったです。で、これ関東じゃなかなか見ないんですけども、甘夏チューハイ、もう全然光ひるは拾わねえな。はい、これが今日の振り返り、今までの振り返り。今日の振り返りはね、はい、今日の朝福岡県を出ました。朝3時かな。で、そのまんまトラックの中で私は寝てしまいました。で、9時くらいに
鹿児島の端っこの方に着いて、でそこからちょっとだけ戻ったっていうので、トラックのお兄ちゃんとね36時間くらい、もうほぼ1日半ほど共に過ごしました。でスケッチブックにね、なんか感動する言葉を書いてくれたらしいんですけど、 見るなと、鹿児島に着くまで見るなと言われたので、まだ見れてませんが、なんかそんな感動の言葉を書いてくれたらしいです。その後おじいちゃんがね乗っけてくれて、おじいちゃんがね、いろいろお話ししてくれたけども、写真はねさすがに俺からもね撮ろうと言い出せなかったのと、向こうもなんか本当に気をつけてね程度に進んだので、ちょっとここはご愛嬌です。でもねスケッチブックもね、鹿児島に屋久島に入るために足りると思ったんだけど全部使い切りました。でみんなが一言一言メッセージ書いてくれたりとかして、私はとても嬉しかったです。これね屋久島行ってもう一回読み直したら多分泣きます。はい、多分もう今泣きそうなんだけどさ、ここまで来れたんだな俺って。やっぱりね努力は報われるのかな、あとなんかどんなねピンチもチャンスなんだぜと、そんなことを思いました。だから人無駄だと思ってることもやってみたら無駄じゃないかもしれないし、無駄かもしれないしってことを選択する立場にいるときは、とりあえず何でもできるんじゃないかなみたいな、まあねもうまあとにかく楽しい人生になってきましたということです。はい、そんなこんなで、まあまだ時間は早いんですけども、ここのお店一帯が8時に閉まるらしいので、8時になったらちょっと晩酌、8時前にちょっと晩酌始めて、8時になったら寝ようと思います。そんな感じで今日もお疲れ様でした。明日は夜の6時まで暇です。そんな感じで、自由に生きていきます。ではお疲れ様です。ハイビスカスに乗れるので乗ってきますか。まさかここを歩かされるとはこの歩道ってフェリーになりました。いや最高に天気がいいね。雨です。めっちゃ雨降ってます。まあまあまあ屋久島に着いた時にね雨が降ってなければそれでいいだけです。海風に揺られながらタバコを吸う、アトリエ半蔵。いやちゃんとここね喫煙 OK です。はいでね、あそこにね見えますか、あっちの方に桜島います。全然見えねえ。同じ屋久島に行く人が何人かいてお話も楽しいです。それでいいんじゃないかな。まあ、無事に屋久島に着いて屋久島を楽しめればいいなと思っております。はい、ではねまだ屋久島に着いたら動画更新したいと思います。雨降ってきて寒い、タバコ吸ったら部屋に帰ります。では私は大奥の滝屋久島、はい、見に行きましょう。ちゃんとYouTube に上げる動画撮ってるんででもなんか仲良くなった大学生の方々に車乗っけてもらって観光できています。まあもう少しね近づいたらその辺はその辺でまた自慢しようと思います。これはなかなかすごいですよ。水しぶきブワーって体中がベタベタしに来ましたまああのねこんな感じです。これ早くさ、なかなかね壮大ですよ。というのも先ほどまでねすごい雨が降っていました。すごかったです。雷もすごかったです。が今半蔵さんはねまあ持って生まれ持ってしまった晴れ男パワーで無事に晴れましたと思ってあの雨が降った後の滝はねすごく迫力があるというので、せっかくなんで雨が上がったところを見計らって連れてきてもらいました。一緒に行きました。まあすごいわ、すごい。そや画面越しにマイナス気温が伝わりましたか。しぶきもバーッとというところです。屋久島観光はできてます。すごい楽しいです。やっぱりね、行ったからにはね、バリケードが張られてない限りね、力尽くしかないでしょ。もう、めちゃくちゃ。
中なんですけど、猿普通にいます普通に毛づくろいしますよ。あいつら人間怖くないですかね。めっちゃ寄ります。ほらあんなところ寝てるし、めっちゃケツ上げてるし屋久島すげえところだ。めっちゃ楽しんでます。屋久島すげえ普通に動物いるじゃん。なにこれ、かわいい、かわいい、普通の宝庫だ。かわいい、しかかわいい、しかかるのツーショットだこれなかなかレアじゃないですか。あ、前からまた来た、猿、また来た、猿だ、猿いまくりやん。なにこれ、なにこれ、これはやばい、大丈夫。え、しかもボス猿っぽくないの。めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてるよ。なんやね、見るなよこっち。あ、鹿が。かわいい。持って帰るか。あ、こっち見てる。すげえ。うわあ、毛づくろいしてる。逃げないで。あ、猿腰掛けだ。俺そこ俺の場所。ああ。怖くないよ、ごめんね。次に来たのがこちら屋久島灯台。逆光で全然映らない、まあ、屋久島最先端の岬でございます。日本本土から台湾に至る、台湾見えんの、ね、てかね、晴れましたね。はい、ものの見事晴れました。屋久島ね、今日30日と31日は雨らしいんですけども、まあ、半蔵さんね、持ってるんで、しかも岬が俺のこと呼んでたんで来ました。すごい、逆光で何も見えないかもしれないけども、すごい綺麗な灯台です。せっかくだから一番最先端の先端まで行きたいよね。なんて言ったって岬好きだし。うわぁ、すごい、ここから、うわぁ、海しかねえ。ああ、なんか向こうにね、さあ映るかな、これこれ島見えるんですわ。満喫してます。県満喫でございます。なんかそれを祭りに行ってます。お一人様1枚ずつ手に持ってくださいね。さん、まだですよ、まだ抽選券入ってる、抽選券ももらいました。というのもね、あの本当は8月の上旬にある祭りだったらしいんですけども、台風だとか何とかとか言って約1ヶ月間ずれました。というのに来れました。めっちゃラッキーですなんで、まあせっかくなんでね、参加して遊んで帰ると思います。今からね、なんかご来場の皆様、どうぞ櫓の周りらしいんですわ。周りでご神水のお清めを受けていただきたいと思います。水の大切さ、ああ決まった、ありがとうございます。屋久島のご神山祭りで、ご神山の寝そぎ神事が行われました。その後、このご神水を山野正人さん、中村成俊さん、尾形健太さん、塚田和人さん、そして予備校は馬場義郎さん、お願いいたします。でかいやつで火を起こすらしいですっていうのを、さあ皆様方もぜひご参加ください。火起こしするらしいね。とりあえず前の方にいて最前列で引きたいと思いますが、動画撮れればいいなくらいで考えております。はい、渡されました。向こう側にも綱がいるんで、しばらくいたしますと行ってきて行ってきてを繰り返して火をつけるらしいので、まあ、私はアトリア半蔵さんもお酒飲んでフラフラですけども、どうぞ皆様方もご参加くださいと思います。頑張りたいと思います。火がついたらまたそれぞれ動画撮ります。もう一人動画撮る係が欲しいけど、今度は松本和明さん、佐賀由紀さん、キャラが一緒になります。めっちゃハード全然火つかねえ、危ない危ない、当たり当たり、海へ、これ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 
ー側に設けられた共振会役の実践させていただきます。終盤を迎えましたね。矢を放っていただくのは屋久島弓道連盟。